りました。お願いします。はい。はい、で今回の選挙活動を振り返って、息子さんの、はい、どう思います。今回のことを。はい。最初はもう私も反対かなりしてたんですね。はい。嫁も反対して、お父さん選挙出るのやめてほしいから言ってくださいって電話あったんですね。はい、でも最初は本気してなかったんですよ。出る出るよと。でも本当に出てしまうから本当大喧嘩して。でもね、やってるうちにどんどんあのね、私も誠の涙見たりしてて、あ、こいつ本気だわと思って、それからですね、気持ちが変わって、もうお互いインスタもブロックしとる状態だったんですね。だけどやっぱ見てるうちに、あ、父親が応援せんでどないするんと思って、あの来ました。本当でも今日の姿見てね、もう自分も涙出ました。はい、そんなところです。はい、はい、あの僕普段、はい、NHK から国民を守る党の立花さんを追っかけてるんですね。はいはいはい、で立花さんと、はい、西本さん の、はい、の涙のあれを見て、はい、僕もちょっと感動したんですけど、はいはいはい、あれを見て、はいはい、気持ち変わりましたか。はい、もう変わりました。もう あれがもうそうですね、私きっかけですね。もうそれまでブロックしてましたから、お互いが、はい、でもあれ見てやっぱりね、涙出てきましたし、自分もで、あの誠の涙見たのも、あの14、5年ぶりだったと思うんですね。はい、もうだから、あ、こいつ本気だわと思って、で演説をね、いろんな YouTube で見ますと、どんどんいろんな応援している方いますよねっていうことも、最初ハラハラしてましたけど、あ、こいつどんどん熱くなってきたなと思って、で僕も熱いのが好きですから、でそのままもうね、見るうちにどんどん応援したくなって、もう自分がもう出しゃばりたくなるぐらいやりたいな思ったけど、ちょっとでもやっぱりね、息子で頑張ってますから、親がそれ以上出たらいかん、でも最後ぐらいは応援に来ようと思って来ました。はい、昔は結構仲悪かったんですか。はい、いや良かったです。でも喧嘩の繰り返しです、ずっと。やっぱり私もほら破天荒ね、もういろいろ叩かれてますけど、私もやりっぱなししてましたので、やっぱ寂しい思いさせてますから、息子にね。だけど参観日も行ったことないんです。もうお互い留守にしてて入れ違いだったんで、まあでもやっぱり最後ぐらいはね、お父さんらしいことしなくちゃいけないかなと思って来て、でも来てよかったですよ。はい、僕も西本さんの選挙活動を見てずっと追っかけるようになったんですよ。はい、あ、そうですか。はい、ありがとうございます。すごいなんか、はい、選挙っていうのを興味持って、はい、西本さんの影響で、はい、まあ、こうやってもう楽しくできたなと思ったので、はいはい、ありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございます。それで、はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。